カワポンです。整形大学、成城大学、明治学院大学の最新の偏差値になります。河合塾の2023年10月現在の数値になります。すべての学部を1枚にまとめましたので、文字が小さくてごめんなさい。様々な入試方式がありますが、今回は一般入試の3教科のメインの方式の数値になります。トックは、整形大学の経済学部の現代経済学科、明治学院大学の心理学部の心理学科になります。特に、明治大学の心理学部は、大変人気が高く、倍率も高倍率になります。あとはご覧の通りですが、赤い枠のゾーンは、偏差値が55以上となり、高めのゾーンとなります。気持ち的には、チーマチと同じレベルと、考えて受験に臨んだ方がいいでしょう。学部にこだわりがなければ、青い枠の、偏差値50以下のゾーンにしておいた方が、無難かもしれませんね。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。